はい、皆様です。3分プランク始めたいと思います。よいしょ。前回に続きちょっと自分が空手をやった時の話をねさせてもらおうかなと思うんですけれども、いや最近あれですね、こう話そうと思ったことが最近3分じゃまとまりきらんなと思ってるんですけれども、ね、自分がその空手をやった時のね、美学の話をしたいと思います。まあ、前回お話した通りね、まあ、県大会で優勝できるぐらいの実力をね、まあ、持つようになったわけなんですけれども、まあ、ご存知のように、空手とかってこう帯の色でこう、ね、強さが決まるみたいなのあるじゃないですか。まあ、要は何級とか何段とか、まあ、試験を受けてね、それをもらうんですけれども、僕は最終的に1級で終わってるんですよ。僕らのところの流派は8級からって、8-7-6-4-3に1級。で、次が初段。これ段を取るといわゆるブラックベルト、黒帯がもらえるんですけれども、まあ要は1級まで来てたんで、まあもう一回試験を受けて受かれば段がもらえて黒帯をもらえてたんですけれども、僕はね段を取りたくなかったんですよ。1級が好きだったんです。1級って茶色帯なんですね。黒帯のまあ次に強いと言われてるやつなんですけれども、まあ、もう一回試験を受ければよかったんですけれども、さっきも言いましたように僕県大会でまあ優勝できるぐらいの実力をまあまあ自分でね、手に入れたんで、まあ今変な言い方ですけど、市民大会とかだとまあまあまあ敵なし状態ですよ。まあ勝てるんですけれども、なんていうんですか、まあいろんな部門があるじゃないですか、大会。まあ例えば小学生の部門、中学生の部門、高校生の部門、まあ、肩の試合があったり組手の試合があったり、こういくつものこう、ね、部門があるんですけれども、まあで最終的に大会が終わった時に、まあ呼び出されるわけですね。今大会の優勝者たちバーッと各部門の優勝者が前にずらっと並ぶわけですよ。まあその時にまあ大体ですよ、やっぱり優勝する方々がずらっと並ぶわけですから、皆さん立派な黒帯を締めてらっしゃるわけですよ。その中で一人茶色の帯を締めた僕がポコンといるわけです。かっこええと思って自分でね、わかりますかね、黒帯がずらっと流れ、一人だけあいつ茶帯やのにすげえなって言われる感覚僕はそこに美学を自分の中で見出してまして、なんで茶帯のままでいたいと思ってたわけなんですよ。試合とかでもなんて言うんですかね、まあ、例えば自分がね黒帯だったとしましょう、相手が白帯だったとしましょう、格上じゃないですか、勝って当たり前の状態になっちゃうわけなんで、これが僕茶色帯だと、相手が例えば黒だとしたら相手の方が格上でも実力俺の方が上みたいなそこにかっこよさを見出しちゃってですね、黒帯を取りたくないっていう理由でひたすら茶帯で最後まで通したわけなんですけれども、いや今思えばですよ、大人になってから昔空手やっとったねんつって、何帯なんつって茶帯つったら微妙な顔されるんですよね今思えばやっぱり黒帯取っといた方が良かったなっていうのをね、大人になってから思うわけなんですけれども、っていうわけで、3分です。ありがとうございました。